第103回全国高校ラグビー大会は第3日の30日、東大阪市花園ラグビー場で2回戦15試合が行われ、浅木・三重は前回大会優勝で A シードの東福岡に0対71で完敗。ベスト16以上の目標を達成できなかった。ともあきの安地直人監督は、憧れを持っちゃいけないんでしょうが、憧れてしまうような。 高校生でこんなプレーができるなんて、と、ワールド・ベースボール・クラシック、WBC、決勝前のエンジンで飛び出した大谷翔平選手、ロジャース、の名言、憧れるのをやめましょう、になぞらえ、前回覇者を手放しで称賛した。試合は序盤から完全に東福岡ペース。前半3分を皮切りに、計11トライを奪われ、攻撃もノートライに抑え込まれた。ホチ監督は 東福岡さんはプレーが正確で判断も早い。ラグビーをよく知っている。まだ東福岡は全開じゃないと思いますし、と振り返った。練習試合を含め東福岡と対戦するのは初めてという。チ監督は日本一を経験させてもらえたのは良かった。日本一までの差を感じられた。その上で 今大会も東福岡さんには日本一になってほしいですね。これで日本一になれないんだとしたら、途方にくれます、と本音も漏らし